このご時世で花見に行けなかった人たちのために、家にいながら花見気分を満喫できるゲームで見れる綺麗な桜の数々を集めてみました。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドに登場する悟り山、ここでは水辺に咲く立派な桜の木を見ることができます。夜になると月明かりに照らされた昼とはまた違う顔の桜を楽しめます。また夜にコログの森に行くと幻想的で壮大な夜桜を見ることができます。朝を迎えると日の光に照らされたきらびやかで神々しい桜が見られます。2006年に発売され、その後も多くのハードで発売されてきた名作オオカミ。このゲームではフィールドの至る所で桜を咲かせることができ、水墨画のような独特のタッチで描かれた桜の数々を見ることができます。一息つこうか。さあ、行きましょう。続いてはゼノブレード2に登場するインビディアレス王国。ここでは広大なフィールドに咲き乱れるきらびやかで美しすぎる桜の数々を見ることができます。夜になると光り輝く無数の桜の姿はまさに絶景です。続いては海外の名作インディータイトルが日本向けにローカライズされたこちらの作品。平和で自然豊かなオープンワールドを探索し、島を繁栄させていくアドベンチャーゲーム。この島ではどこまでも咲き乱れる美しい桜並木の数々を満喫することができます。
夜になると月明かりと星空に照らされ、昼とは違った幻想的な姿を見ることができます。続いては、妖怪ウォッチ4に登場するワールド、妖魔界。ここでは、和風の街に広がる満開の桜の数々を満喫できます。和テイストの独特な雰囲気のワールドと桜がいい感じにマッチしてます。次はレゴの街を冒険するオープンワールドゲーム、レゴシティアンダーカバー。ゲーム中に登場する日本庭園風のフィールドでは、あちこちに咲き乱れる多くの桜の木を見ることができます。続いては、昨年スイッチで発売されたリングフィットアドベンチャー。水源地帯のステージでは、あちこちで満開に咲き乱れる桜の木を見ることができます。最後は絶賛発売中の集まれ動物の森。もう今年は桜の時期は終わってしまいましたが、毎年4月上旬には島のあちこちに咲き乱れる桜の数々を見ることができます。以上、ゲームの桜スポット集でした。